ポンチュス・ドチアール・ポンチユス・ドチアールは、フランスの詩人。ビシー・シュル・フレイに生まれた同地の領主であり、ブラニー・シュル・ソーヌで没した。1549年に、リヨンで、恋愛の過ちでエリル・アメールズを表した。その文体はペトラルカに近いものであり、その主題は、ルイーズ・ラベに触発されたものである。百五十一年の、当代の幾人かの優れた詩人たちの歌ちゃんと、 E.N. f ファブール・ e ケルク・エクセレンス・ポエット・ c セトンでは、デューベレー、マロ、ロンサールらを称賛した。チアールは、ロンサールやデューベレー同様にプレイヤード派の一員だったが、1550年代には、派内での私的な探求には、あまり熱心ではなかった。というのは、1557年まで匿名で出されていた一連の、対話編、哲学的言説レディスクールフィロゼフィークに見られるように、 彼はより哲学的な作品を手掛けていたからである。これらの対話編は彼に視学、音楽、天気、予言、世界全体の科学といった領域での知識を深めることを可能にさせた。そこでは精神的視点と物質的視点とが密に接しているのである。なお彼はコペルニクスの新しい理論にたびたび言及している。1570年以降彼は パリのサロンでいくらかの成功を収めた。1573年に刊行された彼の詩編集はレゲンスイ夫人に捧げられている。彼は1589年にシャロンシュルソーヌで司教になった。このことは彼の人生の新たな転機となった。その新しい職場に全身全霊を傾けたからである。1588年のブロアの三部会ではカトリック同盟に対抗して 王家の権威を擁護した。彼は翌年死去を辞して引退した。その後、1594年にはユーグカペ庭の家系の抜粋エキストレデラジーニアロジーでユーグカペ庭を観光している。ありがとうございます。